さあこんばんはということで、放課後 PM10 お送りしていきます。ケンジブッチです。今日はねツイッターのスペースケンジブッチ的な不具合があったらしくて、今日はスタンド FM でライブ配信をしてみるということをやっております。さあということでね、スタンド FM だからいつもとは違う方が聞いてくれておりますね。ラジオ朝日製作所、どうもこんばんは。映画情報とかメンタルや体の健康情報など発信させていただいてます。角度の振り幅がすごいですね情報の映画情報やメンタル体の健康、映画もねメンタルにつながりますからね。今日はいつもと違うツールですが、これで配信をしていきますんで、ぜひアーカイブでもしよかったら聞いてくれればいいかなって思います。さあ今日の八代高校スクロピー M6 は気になって気になって仕方がないことをテーマにやっていきました。メッセージもねたくさん届いておりましたが、ケンジブッチ個人的な気になって仕方がないことは、やっぱりこう女性男性問わず笑った時に何ですか、笑った時に手を叩くっていうあの行動がとても気になってしょうがないなっていう。なんか好きな女性のタイプはって聞かれた時に、好きな女性のタイプはまあ本当一言では言えないんだけど、嫌いなタイプは一言で言うと笑った時に手を叩く人っていうのが言えるぐらい、昔から笑った時に手を叩く行動になっております。同感してくれる、気持ち分かってくれる人はね、ぜひハッシュタグ放課後 PM10 でツイートよろしくお願いしたいなと思います。さあ、ダウンロードしてくれたありがとう、ベルさん、アプリできっと便利ですねという、本当ですよ、すごい時代になりました。で今日放課後 PM10 では、SKE のテレビの番組でも話題になってた、男女の友情は成立するかしないのかということをね話していきたいなと思っております。本当はね今日はこのスペースでやってね、めちゃくちゃ盛り上がる回になるのかな。端末が変わるとみんな面倒さくなってね聞かないパターンもあって、反応が来ないかもしれないから、ケンジブッチの男女がの友情は成立するかしないのか問題で話せればと思ってます。さあ一応ねハッシュタグでは見ると、マグナムさんからは、ケンジさんからプロ野球カードのサインとイラスト届きましたということで、ケンジブッチサインプレゼントしておりますんで、サイン欲しい方は、今日は一人ぐらいには送ろうかなと思うんで、前回はね 5名に送ったので、今回は一人にしましょう。ぜひ欲しい人は DM ください、というかアピールしてください、よろしくお願いします。今日はね男女の友情は成立しますかということでね、早速 DM も届いてて、そちらからもね紹介しようかなと思います。ケンジさんこんばんは、どうもこんばんは、初めて DM しますということでありがとう。 DM 初めまして。男女の友情は同期入社でお互い好みのタイプじゃなかったら成立すると思います。会社のパターンね、高校大学ではない、会社で同期入社だったら、男女の友情は成立するよっていうタイプ、共通の苦労を分かち合えば意気投合ですねって、これは非常にケンジブッチャー共感します。どっちかというとまず男女の友情あるかないかって言ったら男女の友情あると思う派だからね、SKE も統計的には8割方はね、メンバー全員の中で8割は男女の友情成立するって言ったぐらいなので、全然いいのかなと思いますし、我らがカホリンは男女の友情は成立しませんと言ってたタイプですが、カホリンはやっぱ乙女やなと思った瞬間でした。本当男女の友情はね、その時 SKE の平均っていう番組でやってたと思うんだけど、それこそもし何もないその空間で閉じ込められたら男女2人でどうなりますかっていうのに、愛が芽生えると思うって言ってた人もいて、確かに何もない空間で閉じ込められてしまったら確かに男女の友情のままではいれない気はするっていう、
子孫を残す本能が芽生えちゃうんじゃないかなって思っちゃうかなって思いますわ、本当に。まあそういうことで、男女の友情は成立するかしないのかはいろんな意見募集していますので、ぜひよろしくお願いします。あ、ラジオ朝日さん、挨拶どうもありがとうね。収録のためのボイトレがありますので、そろそろ失礼いたしますと。あれだ、律儀な世界やね、スタンド FM。 こういうものなの、スタンド FM って。今までスタンド FM だとね、地味にダルビッシュさんがやってたっていうことで、ダルビッシュを真似てダルビッシュが上げた日はやるみたいなことやってたけどね、ちょっとニュアンスが変わってくるもんやな、これ。はい、さあ、ののさんはね、アプリにアカウントが反映しないっていうことで、なかなかアプリにね入れないっていう人も多いらしいね。うん、もうしょうがない、今日はもうみんなアーカイブ聞いてください、よろしくお願いします。さあ、今日のね、気になって仕方がないことをメッセージ募集しておりましたんで紹介します。おのちんさんが気になってることは息子の行動って、お父さんが息子の行動で気になることって何なんだろうっていう、オナニーしてんのかなっつってね、絶対そうやね、気になるのって。いやー、いつからオナニーするんやろって絶対気になるぜ、息子で。お息子からしたら、あの、お父さんやってんのかなみたいなね。お父さんと息子がお互い気になることっていうのは、多分お互いのその性だと思うんだよね。うん、あんま知りたくはないけどね、知りたくはないけど、あの、息子のこの現状のこの性欲のまま考えると、で、父親を見てみると、あ、父親って枯れてるな、俺も将来あの年齢になると枯れちゃうのか、なのか、イケイケなお父さんだと、あ、俺将来現役やんって思うのかっていう。僕の知り合いにいますよ、お父さんがあのテレビで AV 見ててそのまま寝落ちしちゃうから、その AV をお母さんにバレる前に消してあげる虚しさが何とも言えないっていう。うん、虚しいね、思います。え、コメント来ましたね、おいおいって来ました、どうも失礼しました、いつもと媒体が違くて誰も聞いてないかなと思って。聞いてましたか、すいません。え、おのちんさんが息子の行動で気になるのは、夜遊びに行ったり、これやっぱり夜遊び、性生活、そのまま帰ってこなかったり、これワンナイト、車で出かけてるの気になっています。アッシーじゃん。遊ばれてるじゃん、遊んでる方じゃなくて遊ばれてるタイプじゃん。自分の時も親はそうだったのかなって今になって思ってます。あと大学の成績が気になってますっていう、まあ、息子の成績とね、息子の夜遊びは気になるところですが、そっとしておいてあげてください。息子からしたらね、本当にほかっといてくれよっていう話だと思うので、うん、そっとしておいてあげましょう。さあ、今日は、男女の友情は成立するかしないのかでメッセージ募集していますんで、メッセージ放課後 PM10 でよろしくお願いします。お、ののさん、やっと入ってこれた感じ、結構えげつない感じの話から入ってきたね、多分ひょっとしたら。イケイケなお父さんですって来たね。うん、確かにね、リビングで AV 見て寝落ちして息子にそれを消させるっていうのは、イケイケなお父さんしかやらないと思います。リビング強いよね、本当に。うん、メガネさん、プロフィールやっと直りました。やっぱ媒体変わるとやっぱみんななかなかね聞こえないんだよね。まあそんなこんなで、いつもの恒例のこれいきたいなと思います。大谷翔平ニュース、イエーイ。試合が終わりましたよ、大谷翔平も。うん、これ試合終わりました、まあ、結果的にいくと大谷翔平の今シーズンの成績は45本塁打、25盗塁、100得点、あ、違う、1個前の情報言ったわ、46本、46本打ってますわ、46本。そして
138安打、100打点、26盗塁。もう大活躍です、これは。うん。打率ちょっとメモるの忘れちゃってないけど、まあ、2割5分何人とかそんな感じだったかなと思うけど、大谷翔平2021年、フルで活躍をしまして、138安打、46本塁打、100打点、26盗塁。そして打率2割5分なんとか。で、ピッチャーとしては、9勝2敗、防御率 3.18、もうこれもマジなリアル二刀流をメジャーで体現しちゃったっていう、いませんよ、まさかこんな人が出てくるとは思ってないですから、マジで、大谷翔平はね、高校の頃からすごいやつなんやろなって、マジで思ってたけど、その想像を超えるすごいやつだったって、マジでみんな日本中、そして世界中が言ってるんじゃないかなって思います。イチローも絶賛でしたね。そうですよ。我らがイチローさんもね、大谷翔平を絶賛しておりますよ。うん。で、ちなみに、本塁打王になったのは、このペレスとゲレーロジュニア、これ2人ダブルでホームランになったのかな ?48 本塁打。うん。ダブル受賞、おめでとうございます。まあ、ホームラン王もね、大谷翔平はね、なかなかいいチャンスあったかなと思うんだけど、まあ、あと2本差ということでね、まあ、来シーズンに期待していきたいなと思います。けどね、この今シーズン46本100打点26盗塁っていうのはとてもすごくて、さらにすごいのは45本塁打25盗塁100得点っていうこの記録を上げたのはア・リーグ史上初っていう、うん、ナ・リーグであったらしいですね。ア・リーグでは今まで一度も起こらなかったことっていうことで、今まで大リーグ史上45本塁打25盗塁以上を同一シーズンで記録したのは6人目って、大谷翔平すごいね。 MLB で6人目の記録。1993年にジャイアンツのバリー・ボンズが46本29盗塁初めて達成。あ、意外と歴史浅いんや。1993年に初めてバリー・ボンズが46本29盗塁が達成。でそこからは、昔広島にいた、ソリアーノが46本41盗塁。すげえな、ソリアーノそんなすごい選手だったんや。うん。で、まあ、日本人選手では2008年のイチロー以来13年ぶりの100得点となってて、まあ、この100得点っていうのもなかなかすごいという。100得点っていうのは打点とはまた違って、その大谷翔平がホームベースまで帰ってきたっていうのを得点となりますんで、それが100得点。とてもすごいな。で、この25盗塁100得点45本塁打というこの記録はア・リーグで今までなかった記録なんで、ア・リーグ史上初というメジャーにまた歴史を一歩刻んでしまったという、そんな大谷翔平。大谷翔平はね、今シーズンこんなコメント言っておりますわ。より多く試合に出られたというのは単純に楽しかったですし、それだけ試合に貢献できる頻度が高いということは選手としてもやりがいがあると思うので、すごい楽しい1年でした。はい、大谷翔平はとても今年は笑顔が多かったんじゃないかなと思います。フルシーズンフルで活躍、おめでとうございます。ちなみにののさんから、日本人のビハインドがあるけど MVP 取れると思いますかということで、メジャーでの MVP がどうなるのかどうかっていう、とても今とてもね熱い討論になっております。ペレスホームランを48本塁打打った、ペレスはロイヤルズのペレス、キャッチャーです。キャッチャーで48本打つのはまたこれすごい話っていう、うん、72年のジョニー・ベンチっていう選手以来の49年ぶりのキャッチャーによる打撃2冠ホームランと打点王という、これまたすごい歴史なのよね。49年ぶりキャッチャーによる打撃2冠を取っちゃうのは、日本で言ったら打撃2冠取ったなんて多分相当戻らないやついないと思うよ。安倍でも2冠取ってないもんね、多分あれって。取ったかな？首位打者と打点とか取ってる可能性あるんだよね。同じ年ではない。まあ、ありそうっちゃありそうだけど、まあ、めったにない記録。そして、一緒に競い合ったホームラン王のゲレーロジュニアは、最後まで3冠達成に挑んだ。3冠王になる可能性が一番高かったのがゲレーロって。まあ、首位打者がゲレーロなんじゃないか？これひょっとして。どうなんだ？違う？グリエル？あのグリエルそんな活躍してんの？そうなの？やる気なくなって書いたグリエル？あ、ほんと？グリエルのなんだっけ T シャツ俺買おうとしとったよ。すげえ選手来たなと思ったもん。で、買わんでよかったなと思ったよ。すぐ帰ったから。そう思うとグリエルの弟ってどうなったんやろ。
出てないよね。まあ話戻りまして、ゲレーロはまあ三冠達成に挑んで、まあハイレベルの戦いをしましたということで、このペレスとゲレーロジュニア、そして大谷翔平、誰が MVP になるのかということで、とても今盛り上がっております。でまあ個人的にはもうこのね、ペレスもとてもすごいし、ゲレーロジュニアもすごいと思うんだけど、やっぱりこのピッチャーで9勝、防御率3点台、もうピッチャーでもフル回転で、まあ、ピッチャーで投げながらも1番でホームラン打ったりとか、まあ、そういう記録があるからこそ、今年の MVP は大谷翔平じゃないのかなってすっげえ思いますわ。けど MVP っていうのは基本的にこうシーズン優勝したチームとかが出るっていうイメージが日本ではとてもあるんだけど、うん、メジャーでは意外とそういうわけではなく、過去にはそのエンジェルスの同じチームのトラウト、マイク・トラウトがあの MVP 全然チームは優勝してない、ヘボヘボだったけど MVP 取ったよって時もあったらしいので、全然今年は大谷翔平が日本人初の MVP 取る可能性がとてもあります。この MVP 発表がいつなのか全然調べてないけど、分かんないけど、いつなんだろう。 MLB MVP 発表11月かだよね多分。うん、最後の方だよね、年末ぐらいのイメージだもんね、言っちゃえば11月12月とか、まあ、ワールドシリーズが終わるのが、まあ、マックスで11月3日ぐらいなので、 MVP は11月の中旬ぐらいに発表されるんじゃないかって書かれております。はい、あれ意外とみんな聞いてくれてるじゃん。ノムさんはキャッチャーでパリーグ初の三冠王でしたっていう、そこまで魚もノムさんですよ。ぼやかないと始まらないんですよ。いつか大谷翔平もぼやくのかな。はい、まあ、ののは、ホームラン好きだけど盗塁がめっちゃ好きですとのことで、盗塁もいいよね。盗塁でいくと日本の話題になると、ロッテパリーグはとてもおかしいことが起きています。今盗塁を争いしておりますロッテの和田光志郎、26盗塁ぐらいしてんのかな。今1位か2位ですよ。打席に立ってるのは多分8回ぐらいだと思うんだけど、ダイソーで出て26盗塁、8打席はちょっと言い過ぎだな、けど全然立ってない、20打席も立ってないはず。そんな和田光志郎が今盗塁王になっちゃうんじゃないのかっていうぐらいな成績を、パリーグではまさかの事態が起きておりますよ。16打席で24盗塁って意味わからないよね。今同率で1位の源田が24盗塁で、まあ打席469打席で24盗塁、和田光志郎これ調べたら 20打席になってるね、今日出たんだね。うん、あ、打数か、打数が16か、打席が20ね、なるほど。まあ打席20の打数16、まあフォアボールってことですか。うん、まあ20打席で24盗塁もう意味が分かりません。まあ、ぜひこのまま和田光志郎はね、ロッテの優勝にとても大事な存在ですので、そのまま盗塁しまくってほしいなって思います。そしてね、個人的には和田光志郎とても未来ある若い選手なんでね、今年盗塁でとても結果を出したということで、もう来年はぜひ打席をたくさん与えてほしいなって思います。和田光志郎がベンチにおることおるっていうチームは正直強いチームだと思うんだけどね。うん、はい、お、めちゃくちゃみんなすごい意外と聞いてくれてる、ありがとうございます。こんばんはゴキブリさん、今日はこっち側です、ごめんなさい。セリーグの盗塁のトップは阪神の中野選手26。へえ、盗塁王っていうと昔はそれこそ赤星の時代まで遡ると40、50とか60とかそんなレベルだったからね、少ないんだよね今年。そんなに積極的じゃなかったのかな。まあいいとしましょう。はい、ということで以上で話それましたが、大谷翔平ニュースでした。来週から大谷翔平のね、動向とかね、言動がニュースになってくるんじゃないかなと思います。ちなみに大谷翔平のすごいところは、一塁までの到達平均タイムはメジャーの最速ですからね、うん、めちゃくちゃ俊足らしいよ。うん、バッターボックスから一塁まで平均で4秒09、これめちゃくちゃ速いらしい。
うん、彼は一塁へ駆け上がる際は球界最速なんですって言われてるっていう。一塁までの到達タイム、一流選手なら最速で3秒台後半をマークするけど、大谷翔平は平均で4秒09っていう、この平均の4秒09っていう数字がメジャーで最速っていう。単発だけで見たら他にも上はいるけど、平均は大谷翔平ですっていう。確かに内野安打も打ってたね。大谷翔平はすごいね。はい。インディ5005、もっと早いメジャーリーガーいると思いました。もっと早いメジャーリーガー一応いるけど、平均でいくと大谷翔平です。さあみんな、今日じゃあこっちのコメントにくださいよ。男女の友情は成立しますかしませんかで今日募集してますんで、男女の友情成立すると思う、はいかいいえ、よろしくお願いします。さあこれもけど、なんだかんだめちゃくちゃ喋ってない？大谷翔平ですごい喋ったよね今日。うん。さすが大谷翔平、話題ばっかり。いや、大谷翔平のすごいところは何だろう、まあ、イチローとゴジラ松井でメジャーの注目はとても日本を集めたんだけど、イチローさんとゴジラ松井が引退してから結構ダルビッシュもいるけど、まあ、メジャーの注目って減ったなってすごい正直思うんだけど、大谷翔平が活躍したことによって日本人の MLB の注目度がガッと上がったなっていう。まあ、実際あのメジャーというと日本と時差があって、日本のお昼の時間に試合をやってて中継見れないよっていう人も多いと思うんだけど、大谷翔平が見たいから再放送でもいいから見せてくれってことで夜に再放送やってたからね、 BS とかで。そんなことあるみたいな、すごいよ。大谷翔平が見たいから、試合を丸々見たいから再放送でいいから流してくれっていう、そんな野球選手が出てくるとは。はい、ちょっと熱くなりすぎました。はい、ということでね、大谷翔平の、T シャツプレゼントで待ってます。はい。男女の友情です。マグナムさん、カホリンは成立しないって言ってました。言ってました。カホリンはどっちかっつうと、そってそういう風に言うと思う。なんとなく。まあいろいろあったのかな。理系な大学なんでね。理系なんでね、男の方が多いのかな。男女の友情、いろいろあったのかな。うん、友達とかいろいろあったのかな。わかりません、それは。ゴキブリさんは、成立すると思ってる派ですと。性の対象としては見ないけど、人として好きな方は数多くいます。あ、めちゃくちゃわかります。なんだろうね、そう、性の対象ってもちろんあるとは思うんだけどね、友達は友達ってパターンやっぱあるから。けどまあ可愛いからこそ友達なのか、可愛い人は友達になれないのかって、また変わってくるよね。うん、この SKE の番組で言ってたのは、もう出会った時に友達なのか、友達より上にいけるのかいけないか決まるって言ってて、出会った瞬間にこの人とキスできるって思ったらそれはもう恋の目線になっちゃってるし、できないって思ったらそれはもう友達、恋愛対象じゃないよっていう話で言ってて、確かにファーストインパクトでこの人とはキスできんなって思った人とは絶対恋愛に発展しないから、もう可愛い可愛くない別として、本当にキスできない人はできないし、できる人は可愛い可愛くない別としてできると思うし、それは本当にそれは同感だなと思うんで、なんで、まあ、友達として入れる線は本当にキスができるかできないかかなっていう。そう思うとね、結構今年有名な芸能人で調べてみようか。ケンジブイッチがこの人とキスができるかどうか判断していこうか。今年有名な女優。本当にあのテレビ見てないからあんま分かんないんで、本当にファーストインパクトの第一印象みたいな、見た目でのキスできるかできないかになってくるからね、これ。2021綺麗な人気女優ランキングトップ40。トップ40多いよ。40はちょっと多いよ。行く ?40 全員。写真付きだぜ。行っちゃうか。行っちゃうか。安藤サクラさん、無理。
うん、知ってる安藤サクラさんって。本当に安藤サクラさん無理、もう本当に考えずに本能でいくね。蒼井優さん無理、これは昔から本当に。篠原涼子さん無理。じゃあでも待って、これ失礼だな、失礼だな。土屋太鳳ちゃん、土屋太鳳ちゃんは大あり、うん、太鳳ちゃん大あり。太鳳ちゃんはね、昔考えたことがあって、あのデートしたいランキングとか、一緒に釣り行きたいランキングとか、一緒にご飯食べたいランキング、一緒にスポーツしたいランキングみたいな、一緒に住みたいランキングで5位、ベスト5決めたことがあって、太鳳ちゃんどれも1位取らなかったんだけど、どれも3位か4位ぐらいに入ってて、トータルして結婚したい人は誰なのかってなった時に太鳳ちゃんが1位になったのかなっていう、うん、そう、太鳳ちゃんは各ジャンルの1位は取れなかったんだけど、トータル評価で1位を取ってくるっていう、パワープロで言うとオール C タイプですよ。うん、オール C、 昔のオール C っていうとあれだね、本当に初期の稲葉初期の稲葉監督他のオール C は誰だろう、今井はオール C じゃなくないもんな、オール D って感じだったしな。オール C、 鈴木大地もギリオール C みたいなイメージの時あったかな。サブローかな、サブローもオール C な感じはあるよね。じゃあ次行きましょう。タオちゃんは稲葉監督タイプって覚えてください。二階堂ふみ無理、うん、メモといて、今誰が OK かメモといて。高土屋太鳳ちゃんだけね、40人中まずはあの土屋太鳳ちゃん、高畑充希、あ、高畑充希は好き、うん、できる。広瀬すずちゃんは無理、戸田恵梨香も無理、うん、吉田羊さんも無理、牧陽子も無理、有村架純も無理、中条あやみは大ありだね、すごい好き大好きだね。中条あやみ今年一好きだよ、健二郎一、うん、インスタフォローしてますわ、うん、土屋太鳳ちゃんと中条あやみフォローしてますわ、今の中ではね、リアルに。けどそれで言うと高畑充希してないから、高畑充希なかなかすごいね、うん。松岡美優ちゃん無理松行靖子さんすいませんすいません、ちょっとこのランキング、どのランキング、七尾、七尾好きな人めちゃくちゃおるじゃん。ケンジウチ本当無理なんだよね、友達、本当七尾は本当友達かなっていう、失礼なことめちゃくちゃ言ってるところ、今日の放課後 PM10。 吉高由里子無理、上野樹里も無理、中谷美紀さんも無理、竹内優子さんはちょっと本当に何も言えないご冥福をお祈りします長野芽衣ちゃん無理、宮沢りえさんちょっとどういうランキング、今年話題なんの、いろんな世代聞いたんや。ってことは宮沢りえさんとてもすごいね、ずっと話題なんや、うん、綾瀬はるか、ああ綾瀬はるかね、無理なんよね、うん、みんな人気だよね。小松菜奈もすごい好きだよね、みんな。けど、ケンジブシ無理なんだよね。うん。で、橋本環奈、みんな好きだよね。ケンジブシ無理だね。そして、荒木優子、できるね。荒木優子は好きだね。川口春奈、みんな好きだね。けど、ケンジブシ無理だね。深田恭子も無理なんよね。石原さとみ、OK だね。石原さとみ好きよ。めちゃくちゃ綺麗になったもん。H2 の時にやってた、それこそ古賀春香役の時は好きじゃなかったけど、なんか大人になった石原さとみはすごい好きです。浜辺美波、無理です。井川遥香さん、ちょっと無理っすね。無理って言い方はちょっと失礼。吉瀬美智子さん、なしです。長澤まさみ、なしです。長澤まさみすごい人気だよね。けど、なしだね。できない。松島奈々子さん無理です。年齢上がってきたぞ。沢尻エリカも無理なんだよね。うん。で、柴崎コウも無理だな。春ちゃん。春ちゃんも誰かわかんないけど、こう写真パッと見で無理だな。佐々木希も無理なんだよ。これリアルに。
リアルにね、吉岡里帆も無理だな。ガッキーもね、拳銃ってダメなんだよね昔から。うん、北川景子もみんな好きだよね、けど無理なんだよね拳銃ブッチ。40人中何人行きましたこれ。終わり終わり。振り返ると土屋太鳳ちゃんも大割りだよ、大好きだよ。高畑充希、うん、できるよ。中条あやみ大好きだよ、キスしたいよ。荒木優子、ああ好き好き。石原さとみ、はい、これでケンジブッチの好きなタイプ統計取ってください。ということで今言ったこの5人とは僕は友達にはなれないよと。そうそう、今の他の35人友達になれるわけよ。北川景子もそうだし、ガッキーもそうやし、吉岡里帆もそうやし、佐々木希もそう、友達になれます。うん、全然友達、キスはできないから、その恋愛に発展しないかなっていう、そういうやつですわ。さあコメントも意外と来てますわ。かきつばたオアシスさんからね、シーホース三河の PR 部長、元 SK48 のチュリさんはどうかなって。生々しいからやめてくださいよこういうのは。SKE 関連はちょっとリアルだもん、無理っしょ、それ NG っしょ。チュリさんはねちょっと無理だね。チュリさんちょっと無理だね、ごめんなさい。友達なんですね感覚は、やっぱ。うん、タイプとかタイプじゃなくてね。あやみちゃん、中条あやみちゃん好きなのは JR 西日本に乗りに来て。へー、 JR 西日本なの PR やってんの中条あやみ。全然行っちゃう。そして凌介、 H2 の時の石原さとみ、あ、共感してくれますか。あの時の石原さとみじゃなくて今の石原さとみがいいよねって。谷まりかちゃんは SKE の石原さとみさんです。あー、谷まりかさん石原さとみ似てたか、キャラがってこと。谷さんね、確かにセクシーですね。この議論で言ったら谷さん SKE の石原さとみってことならキスできちゃうね。うん、会っちゃダメだな、じゃあ。うん、谷さんには会わない方がいいな、拳銃って。緊張しちゃう。緊張しちゃう。最近巷で話題の森七菜さんはどうかな。森七菜さん、もう無理です。うん、マグナム、拳銃さんには異性のお三人いますかって言いますよ。拳銃さんは全然、全然つか、一人いるよ。異性の幼馴染、未だに全然連絡取るし。なんか彼氏と喧嘩して書いてる途中に怒って車降りちゃったから迎え来てよみたいな。今どこにおんのって近くのコンビニ、もう歩いて帰れよっていうぐらいの仲間。近くのコンビニなら歩いて帰れよって。幼馴染よ、全然恋愛ないね。過去にはあっちが俺のこと好きだったっていうのあったけど、うん、過去ってマジ中学の時代だけど、俺は全然好きじゃなかったし、うん、俺好きじゃなかったし、あっちはね俺のこと過去には好きだったっぽいけど、まあ大人になるとただの友達になったね。ちょっと複雑、ずっと好きでいてよ、ね、気持ちには応えれないけど。はい、さあ、ハッシュタグもありますね。どういうランキングだよ。おいおいケンジブリッツさん、確かに荒ぶってますね。エンジさんの好みのタイプが分かるコーナーが今日は始まったということで、好みのタイプ皆さん分かったでしょうか。ぜひ参考にね、いろんなことを送ってほしいなと思います。この悪乗りしてね、皆さんこの SKE のメンバーでねポンポン行ってくるのは困っちゃうんで、やめてくださいね、本当に。うん、ノーノーさんはね、男女の友情の話で、友情の前にエッチしたいが始まる、普通の友達ならいるけど。はあ、なんか難しいね。友情の前に、なるほどね。友情が芽生えるともうエッチはしたくないと。今日はちょっとワードが大人ですね。まあ今日はね、いつもと違う
スタンド FM でやりましたがね、なんだかんだみんな聞いてくれてありがとうございました。今日はもうこれで終わりましょう。来週にはね、このチェンジウィッチの端末が直っていうことを願っていきたいなと思いますので、今日はね、結論的に言うと、まああれかね、まあ、SKE のメンバーが8割男女の友情は成立すると言ってた通り、チェンジウィッチのこの周りのリスナーも男女の友情は成立するんじゃないか、そんな意見が多い感じでよかったかなと思います。ちなみにチェンジウィッチは、スキアタオちゃん、中条あやみ、高畑充希、荒木優子、石原さとみ、今日出た女性有名人の中ではこの5人とはキスができますので、この5人とは友達になれないってことが判明しました。皆さんもぜひこういう風な遊びもね、たまにはやってみると面白いと思いますんで、青春戻ってくると思いますんで、やってみてください。さあ、こんな感じでまた来週ね、放課後 PM10 お楽しみください。ではまた来週、チェンジウィッチがどんな話するか楽しみにしてください。いろんなアイディアも募集しております。 DM もよろしく。